はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、栃木の足利にございますムーロンズさんにまたお邪魔しております。でもですね、新たなチャレンジができまして、目の前にあるんですけど、こちらでございます。渡らせ橋チャレンジというチャレンジメニューでして、で、ね、制限時間が30分になるんですけど、金額の方がね、季節によってこういった具材を変えていく予定らしいので、若干ね、変動があるらしいので、まあ時価ということで、成功の場合は無料になるみたいです。なので、チャレンジの場合にはですね、金額の方、お店の方に確認してください。だから多分量とかもちょっとね、若干異なると思います。はい、もういいかスタート。はい、お願いします。いただきます。そしたらとりあえずこのパイから、うん、うまっ、うん、うん、これね、また難易度めっちゃ高い。ちょっとケーキ、これケーキかな。このゼリーも、うん、じゃあ渡らせ橋ってことで、この下のゼリーがね、皮に見立ててるみたいです。可愛いんだよな。あ、これやばいチャレンジだ。you
ですね。橋の上は完食でございます。下がすごい。ゼリーは。あ、大丈夫みたいなんで、よいしょ、いいよ、チゴうま、はい、ごちそうさまです。よっと、あー、あぶねー。はい、で今ね、ちょっとおまけということで、このね、ムーンロードさん、地元の食材を使った面白いスイーツを作っておりましてですね、メニューこちらなんですけど、エンマ大王激辛プリンっていう辛いプリンらしいんですよ。というのもね、足利のね、この地元の方にこういったエンマ大王様お祭りとか祭ってるところがあるみたいで、それにちなんだメニューみたいなんですけど、まあ、エンマ大王様と言ったらってことでこの激辛のものを作られたみたいです。で、このね、使用している唐辛子の方も地元の食材を使ったものでして、全然ちょっと想像がつかないんですけど、あ、唐辛子料理する、すごい見た目こんな感じで、すごいすごい、ちょっといただきます。チョコと唐辛子自体はもちろん、すごい合うんだよね。合うって美味しいんだけど、めっちゃ辛い。組み合わせとしてはすごい、あり。チョコと唐辛子結構合うんだけどね。スイーツの頭で食べるから、びっくりした今。はい、今、完食いたしました。あ、でも辛い。ムーンロードさんね、もちろんチャレンジメニューとか、今回はこういうね、激辛プリンみたいな買い替えのものもありますけど、基本的にはね、今、端っこに見えているショーケースの方でね、まあ、普通にケーキとか売っていたりですね、パスタのチャレンジメニューなんかもいろいろやってるお店ですので、ぜひぜひ、お近くの方は足を運んで食べに来てください。以上、ラスカルでした。じゃあね。